ルちゃん、ゆめちゃん、サッカーの動画を見ているよ。かっこいいね。あれれ、喧嘩を始めちゃった。私の方がいいわよ。こうなったら対決よ。え、二人対決をするみたい。あれ？え？ここどこ？二人の手元にはサッカーのプログラムがたくさん詰まった目指せクラッキーハンドブックがあるよ。ハンドブックのステージをクリアできるか対決だ。ここで対決だ。私負けないんだから。イヤー、ステージ1、ボールタッチ。1、2、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 
あれ、ひなちゃん何してるの？おいおい、ゆめちゃんがとっても落ち込んでる。あ、エースバーンだ。ゆめちゃん、ゆめちゃんのところにエースバーンが来てくれたよ。エースバーン、こんにちは。ゆめちゃんが落ち込んでるのをエースバーンが気づいてくれた。エースバーン、私ボールとなかなかお友達になれないの。あ、エースバーンが一緒にやってくれるみたい。始めよう。まずはボール投げ。ゆめちゃん頑張れ。もう一回。わ、やったね。次はバールでお散歩。次はエースバーンのお手本を見てね。ゆめちゃん頑張れ。ね、ゆめちゃん順調にお散歩しているよ。やったー。次は私もやってみるよ。ゆめちゃんもチャレンジ。みんなクリアだね。クリア。まずはエースバーンのお手本だよ。さすがエースバーン。わー、すごい。私たちもやってみよう。あー、頑張るぞ。ひなちゃん、ゆめちゃんもクリア。諦めない気持ちが大事なんだね。これからももっともっと練
ゆめちゃん再びチャレンジです。クリアしました。ゆめちゃんまた本気出すの？すごい。おお、高く飛んで宇宙まで飛んでっちゃったんじゃない？よし、オッケー。二人ともステージクリアできたね。イエーイ。ゆめちゃん、何？さっきはごめんね。いいよ、私もさっきはごめんね。何度も何度も頑張ったらできるようになったよ。ゆめちゃん、一緒にサッカーしよう。ゆめちゃん、ゆめちゃん、ちゃんと仲直りできた。